はいどうも皆さんこんばんは、プチプチです。今回ですね、またまたかくれんぼをやるんですけど、今回はなんと視聴者参加型の企画となっております。僕が選抜した視聴者さんと一緒にかくれんぼをやっていこうと思うんですけど、皆さんもこの動画見て、皆さんももしかしたら参加できる可能性があるので、ツイッターからぜひね応募をよろしくお願いします。ということで早速かくれんぼやっていきましょう。の前にちょっと一つ、あのね古代象形文字みたいの書かれてるから、これずっと気になるんだよね。これ誰か解読してくれ。ではやっていきましょう。僕が鬼の番です。ガチヤグラはルールって書いてあるんですけど、一切読まなくて結構です。やっていきましょう。ヤグラじゃないですからね、かくれんぼですからね皆さん。相手ね、意外とね、そう、うまいかもしれないから、もしかしたら。で、鬼これね、いつもそうなんですよ。これね、ジャンプしてないとエラー起きる。だからちょっと自動販売機に何買おうかな。うん、自動販売、あ、コーラ売ってない？右のところね、コーラ買おうかな。いや待て、左のなんかちょっと左のウイスキーみたいなやつもちょっとね気になるね。これもしかしてあれかな、20歳以上買えない自販機だったり。どう見てもこれ学ラン着てるからさ、制服着てるから絶対さ20歳じゃないよね。さあ残り時間3分になったらスタートします。残り時間あと1分ぐらいですね。で、見て、ビルが立ってる。あ、なに、中途半端だね。最後までやらないんだ。んー、そういう会社ってことか。昼間ぐらいに工事し始めるのにね、みんな。多分この会社は多分夜ぐらいに工事始めて、みんなが寝てる時にうるさくするみたいな嫌がらせするタイプか。ひど。見て、なんかさ、沖縄みたいな。いや、これ新潟かな？なんか日本の、県の形してる、これ。変なの。なんかセンスがいいのか悪いのかよくわかんないよね。9、8、7、6、5、4、3、2、1、スタート。さあ、みんなを探しに行くぜ。で、さっきね、ここら辺塗ってたから、もしかしたらね、近くにいる可能性高いよ。OK。適当に塗ってこ、とりあえず。うわー、これ微妙だな。みんなどこにいるんだろう。端っことか。さあ、いないですね。今いた？あ、近かった。ここら辺は？でも全然いねえわ。この上とか。うおー、いねえ。全然いねえ。見つけたらさ、なんか、賞金とか欲しいよね。いや、僕がやってる企画なのに、なんでリスナーさん、視聴者さんがお金払わなくちゃいけないんだよ、みたいな、感じになるけど、なんかね、賞金とかね、なんか、ボーナス欲しい。あっちの方行ってみっか。角とかにね、結構ね、いそうな気がする。こういう角。あとね、車とか。やべ、全然いる場所わかんねえ。一人でもいいから見つけたい。大概ね、ここら辺にいそう。あ、いた、やったー！チェプチさん、ビッケ。やったー！一人倒したよ。残り、あと3人だね。3っていう数字いいよね。なんか、団子3兄弟みたいな感じして。僕好きなんですよ、団子3兄弟。なんかね、前やった時とか、ギリギリの差で、当たらなくて、バレなかったとか、あ、やった！ 2 人目！あと1人！あ、じゃあ、あと2人だった。よっしゃ。落ちるのも、ダメです。ここら辺じゃない？橋。全然いねえな。多分ね、さっきここら辺ね、塗ってたやついたから、ここら辺のどこかにいるはずなんだよね。やっべ、全然見つかんねえわ。さ、右側とか。こっち側？ここのさ、あー、いないね。こっちとか。いそうじゃない？いねえ、マジいねえ。残り10秒。やばい、マジいない。あ、絶対この辺にいそうな気がする。いない。あー、1秒。うわ、全然見つかんねえ。引き分けですね。引き分けだからね、これ。2人捕まえたから、引き分けだから。オッケー。
全員捕まえたかったな。めっちゃ悔しがってんじゃん。それともこれキスしてって言ってんのこれ。やめろ、勘違いするじゃないか。さあ、2戦目やっていきましょう。昆布トラックっていうステージらしいです。初めて聞いたね。さあ、やっていきましょう。昆布トラ、昆布乗せてるトラックじゃん、ただの名前。よし、じゃあ僕は逃げる側、逃げる側、逃げる側です。ガバってなんだ、ガバガバみたいな感じ。逃げるときはですね、サブウェポンもスペシャルウェポンも全部使い放題で、とりあえず塗りに塗りに塗っときます。ここね、全然隠れるスペースないから、辛いよね。ここのさ、隙間とかに隠れとくか。木箱の。まんべんなく塗ろう、まんべんなく。壁とかにさ、いるのありじゃない？壁ね。とりあえずまあ塗ってこう。全体的に塗りを極めていかないとバレる。悪い子としてお母さんにお説教を食らうぐらいの怖さだからね、これ。あんた何してんの？みたいな感じにバレちゃいけないよ、ほんとに。バレたらお母さん怒ってくるからね。かくれんぼもバレちゃいけない。さあ、残り1分ぐらいですよ。早く隠れるとこ見つけなきゃ。さっきのところいい気がするんだよね。あえてさ、ここ、いや、ここ微妙だな。さあ、45秒。さっきのところ行きたいんだけど、どこだっけ？さっきのところ。あった、ここだ、ここ。ここもさ、カラーリング。ちゃんとね、ペンキをね、塗って新しい色に変えなきゃ。さあ、皆さんいいですか？ 3、2、1。スタート！うわぁ、あ、待って、俺スペシャルウェポン使えばよかった。さ、バレるかな？これね、ずっとね、隠れてるとき暇だよね。もうなんかオレンジ色のさ、あれわかる？よくさ、百均とかさ、スーパーとか、ホームセンターとかで行ってじゃらじゃら？階段とかから落とすとこう伸びたり縮んだりして、落ちてくやつに似てる。あ、上にいる上にいる上にいる。今上走ってたよね。元気よく走ってた。やべえな、捕まりそう。くるくる来てる来てる。どこだ？こっち塗られてますね、若干。あ、ここにいます。ここってことはこれ上登ってきたら終わりだな。あ、右の方やばくね、やばくね、やばくね。あ、ここにいる。あそこか。あ、やべ、来てる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 。うおー、これやば、バレるか、これやばくね。あー、やばい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 やば、危な。奇跡が起きた。そんなバレないんだね。いや、俺いつもさ、捕まってたからさ、こういうさ、やべ、動いてた。バレた？バレてない、バレてない。こういうとこに言うとやっぱバレないんだね。あと1分になりました。ちょっとね、パソコンいじってて1分になってること気づかなかった。それぐらい余裕なんですよ。パチャ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 音するよね。ショーレコさん捕まってる。あら、やられちゃった。あと残るは、ユウさんと、あ、チエプチさん捕まった。やば。あと2人じゃん。やばい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 。残り20秒切りました。やばい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 。どこにいる？あー、ここですね、ここら辺。ってことはここの中央付近にいる。やばいやばいやばい。あ、後ろにいるじゃん。危ない危ない危ない。やった2-1、イエーイ。見事隠れられることができました。ということで皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。皆さんもですね、かくれんぼぜひ一緒に僕とやってみましょう。応募はですね、ツイッターからできますので、ぜひ応募してみてください。まあ、今回ですね、このメンバーでかくれんぼやってめちゃくちゃ面白かったです。なんだろうね、うまい。普通、1キルとかしかできなくて、まあ、たまにオールキルあるんじゃないかなってくらいだけど、いや、今回みんな普通にうまかった。ね。喜んでるね。ということで、また次回スプラかくれんぼ2でお会いしましょう。いかよろしく！